こんにちは、ヨシーマンです。家を去った後にやり残したことがあるのを思い出してまた戻ってきちゃいました。私が大好きなドラマデスパレートな妻たちの最終回のシーンで家の周りを回る場面があるんですけれども、私どうしてもそれがやりたかったんです。はい、完全に自己満でございます。すごく熱弁したいんですけれども、あんまり話すとネタバレになってしまうので、興味がある方はよかったらぜひぜひ見てみてください。はい、じゃあそろそろ一周回りましたかね。あ、私が住んでたお家がこちらでございます。ありがとうございます。え、お見苦しいところを失礼いたしました。これでもかなりゴミの量は減らしたつもりなんですけれども、大家さんが最後にいろいろぶち込んでいましたね。はい、ケンタッキー州から日本へは直行便がないため、まずはテキサスに向かうためアメリカンエアラインに乗りました。ちょうど荷物が積まれています。確か時間が朝の6時ぐらいのフライトでした。こちらがケンタッキー州レキシントンにあるブルーグラスエアポートです。小さい空港なんですけれども、過去にはトランプ元大統領が、演説でいらした時に利用された空港でもありますし、あとダービーシーズンには多くの観光客の方が利用される空港の一つでもございます。あとケンタッキー州はバーボンが有名なので、お土産のお酒屋さんも充実していて個人的にはおすすめです。とうとうケンタッキー州を離れる時間になりました。3年半前に到着した時は、これから夫と2人で異国の地で生活できるのか不安でいっぱいでした。もちろん辛いこと大変だったこともありましたが、それ以上に楽しかったことが多くて、本帰国するのが本当に辛かったです。ありがとうケンタッキー州。こんなにね、本帰国するのが辛いだなんて思っていなくって、夫も同じ気持ちだろうなと思い、ふと隣を見たら夫は爆睡していました。ご覧の通り、ケンタッキー州はブルーグラスステートと呼ばれており、芝生がとっても綺麗です。この景色も最後かと思いながら、しっかりと目に焼き付けました。全然話が変わるんですけれども、最近こちらの YouTube チャンネルの更新頻度がとっても少なくて、YouTube やめたのって聞かれることがあったんですけれども、私やめておりませんので、これからも気が向いた時に見ていただけると嬉しいです。離陸してすぐのドリンクサービスはホットコーヒーをお願いしました。こちらがまた独特なお味でちょっとびっくりしました。デルタさんはスターバックスじゃないですか。アメリカンエアラインのホットコーヒーは何を使っているんだろうってちょっと疑問に思いましたが、全部美味しくいただきました。ファーストクラスなので座席は快適です。足首回し放題でした。最初の目的地のテキサス州ダラスです。いやー、田舎に住んでいたので、この道路の車線の数を見ると、あー都会だなーなんて思います。テキサス州なんですけれども、在米日本人の方も多く住んでいらっしゃって、あと日本人の憩いのスーパー三つ輪さんですとか、あと最近丸亀製麺さんもオープンしたと聞いたので、なんかだかいろいろ揃っていて羨ましいなーなんて思っていました。ダラス空港のアメリカンエアラインのラウンジに入りました。ラウンジからの景色はこんな感じです。朝早い時間帯だったんですけれども、結構人も入っていて、すごく綺麗で広いラウンジでした。こちらのラウンジはフードメニューもドリンクメニューもとっても充実しておりました。ただ私はこれから JAL さんの飛行機に乗るため、気持ち控えめにいただきました。
私がラウンジでくつろいでいる時に夫がシャワーを浴びに行ったんですけれども、ものの30秒で戻ってきました。でどうしたのって、ラウンジの中にシャワーなかったのとか、シャワー空いてなかったって聞いたんですけれども、夫がいや、ラウンジの中にシャワーはあった、シャワーも空いていたって、ただシャワーが壊れていてお湯が出ない、水シャワーだって言われたらしくて、すぐ戻ってきました。ラウンジも堪能し搭乗ゲートに向かいました。見てください、この人。実はこのお話、2022年6月のお話でして、まだ規制緩和前のお話なんですよ。で、私2021年の10月にも飛行機乗ってるんですけれども、日本行きの、その時ガラッガラだったんですよ。え、なんでこんなに人いるのってびっくりしたんですけれども、それには訳がありました。それは次回、よかったらぜひご覧ください。